会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。名古屋市大学で活動しております日向と申します。今年の作品のテーマは桜でございます。桜と申しますと花が綺麗だとか春が来ただとか、そんなイメージがございます。ですが僕たちが表現したいのはそんな皆さんが思っているような桜ではございません。今年も桜が咲いたから、桜を理由に人が集まる、桜を理由に会えなかった人たちと一年の最初に顔を合わせて、最近どうとか、今何やってんのとか、そんな話をする、集まるきっかけの桜を表現したい。特に意味はないけど、なんかみんなで集まってワイワイして、それが今一番楽しいよねっていう、そんな桜を僕らが表現したいと思います。そしてこの会場の皆さんと一緒に会場が満開になる瞬間を皆さんで喜びを分かち合える、そんな映画ができたらなと思います。それでは精一杯踊りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋城下が咲き競う、見渡す限り、ああ満開。桜Stop!
皆様温かい手拍子5000円いただきまして本当にありがとうございました。